このコーナーでは城海さん木のおもちゃ館にあるいろんなおもちゃの遊び方を佐藤館長に教えていただきます。はい、城海さん木のおもちゃ館の佐藤です。今週ご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらはふわふわ投げっこという名前の、おもちゃになります。これは名前の通りふわふわしてます。ふわふわしてて投げっこなので、まあ見てわかる通り、すべて外れてこう輪投げのように遊べる、おもちゃになります。でこれは、対象年齢が、1歳以上となってまして、お子さん、赤ちゃんのファーストトイにもすごくぴったりなものになります。で、動物もいろいろついてるんですけども、まず作りがこの輪っかになってるものに対して動物がそれぞれ、5体あるんですけども、まずこの握るですね、このお子さんが握るという動作、あとは握ったものをこう離す、握る離す、掴むでもいいんですけども、あとはこの今ちょっと聞こえたかもしれないですけど、振ると音も鳴ります、音が鳴りますいろんな音が鳴るんですけども、そういう動作を鍛えられたり、音で楽しんだり、あとはこのカラフルに5色ありますので色でも楽しめます。で一つ一つ見ていくと、これはまず、ゾウさんですね。ゾウさんの鳴き声は何でしょうとか言いながらコミュニケーションを取りながら、パオーンですかね。で、次こちらが、ウサギさんですね。これは、ひよこだそうです。ひよこ、私ちょっとアヒルかな、アヒルではないな、ひよこだそうです。で、こちらは、ライオンですね。最後、これパンダですね。こういった5匹動物がいます。でこれが軸になってて、こう投げたり、できます。でこれは、やっぱり赤ちゃん向けですので、小さいお子さんよく口舐めて、いろいろ物を覚えたりもあるので、舐めても衛生的にも大丈夫なように、これは洗ってまた干したらまた遊ぶことができるものになってます。布おもちゃになります。なのでそのすごく柔らかいですので、例えば近くでお子さん、違うお子さんが遊んでてちょっと投げてぶつかっちゃっても、そこまで怪我の心配もなく遊べるものかなと思います。この動物に見立ててそのコミュニケーションを取りながらただ遊ぶでもいいですし、輪投げのように遊んでもいいですし、そういったいろいろ遊べるんですけども、コミュニケーションを取りながら感触が柔らかく清潔にも遊べますので、安心して遊べるおもちゃかなと思います。はい、ちょっと並べちゃいましたけども、これは、ふわふわ投げっこという、おもちゃになります。ぜひ皆さん遊んでみてください。